お船のフリーランス女子レディーオー。今日も始まりました、お船のフリーランス女子レディーオー。ラジオ沖縄ポッドキャストから全国に配信しております。この番組は沖縄で女性の自由で楽しく新しい働き方を実践しているフリーランスコミュニティお船沖縄フリーランスウィメンズネットワークによる女性の自分らしい生き方発見レディーオです。この番組のパーソナリティを務めます、お船の副船長しんこです。お船のコミュニティ部長なおこです。今日の内容は船のフリーランス女子レディーオメンバー意識調査3月です。お楽しみに。楽しみに。はい、それでは、はい、今日も始めていきましょう。はい。お船。今日のテーマはお船のフリーランス女子レディオメンバー意識調査3月についてです。今回は、はい、3つですね、質問がありましたね。3つあって、はい、1つ目がですね、皆さんの作業中 BGM を教えてということと、2つ目がスケジュール管理に使っているアプリとかガジェットがあったら教えて、で3つ目の質問が、お船のフリーランス女子レディオで聞きたい企画、話してほしいテーマ、出てほしいゲストについてですね。ではまず1つ目からいきますか。はい、はい、お願いします。はい、まず皆さんの作業中 BGM 教えてということで、ミースーさんから回答いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。慣れてるお仕事の場合はスノーマンとかクリーピーナッツを出そうです。で、頭を使うお仕事の場合は音楽なし、うん、おは歌のないカフェミュージックのことですね。おお、スノーマン、クリピーナッツってなんか若いですね。ね、今ですね。今ですね。そう、子供たちも聞いてる。一番、そう、中学校、うんうん、も聞いてて、クリピーナッツは6歳の息子も聞いてますね。ブリンバンバン踊ってます。はい。もう TikTok とかでね、すごい踊ってますもんね。そうそうそう、踊ってますよね。うん、あ、うん、確かに。慣れてるから、うんうんうん、ね、ちょっと乗れる感じで、そうですよね、サクサクいけそうですよね、うんうんうん、確かに頭を使うお仕事の場合私も音楽なしです。もう曲聴いちゃうともう歌ったり、うんうん、踊ったり、あの思い出にふけったりしてしまうのであなので、そう、できるだけ音楽なし、もしくはそう、これ歌のない、うん、カフェミュージックとかピアノとか、おピアノの音とか聞いたりしますね。うん、やっぱりね、ちょっと歌詞があると、うん、そっちにちょっと持っていかれる部分ありますよね。うん、めっちゃなんか考えながら打っててそっち打ってたりとかです。わかる。だから特にメールの返信とかちょっとあのね、考えながらっていう時にあの曲聴いちゃうと全然進まない。うん、進まないですよね。なんか同じこと何回も繰り返したりとかしますよね。うん、そう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 。同じ部分をもう、ただただ見つめてるだけみたいな。うん、頭回ってない。わかります、これ。あとなんか娘が、そう、高一の娘が言ってたんですけど、うん、なんか勉強の時何聞いてるって言ったら、うんうん、あの、ゾーンに入る BGM とか、わかります？ああ、はいはいはい。なんか、ヘルツ。うん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 。まああれやるとなんか50単語覚えるの20分で覚えれる、うん、本当にすごいなんか、そう、なんか集中力上がっていけるらしいですよ。ちょっとそれ試してみたいな。ぜひ、はい、うん、ください。ちょっとやってみます。今日はちょっとそれでやってみようかな。今日ちょっといろいろね、仕上げていこう。あの我々今つまり気味なんで。追われてますので。追われてますよ。はい。で、2番目いただいたの、たぬきさんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
たぬきさんはガチめなボサノバとかジャズのライブ音源とか、あとゲーム実況の動画とか、ね、垂れ流ししています。おかっこいい。ガチなんか全然対局にあるものをなんかイメージしますが、ね、うん、本当だ。なんか乗れるんでしょうね、自分のペースみたいなのに乗れるのかな。うん、かっこいい。ゲーム、あ、まあ確かにゲーム実況とか、うん、なんかそれを集中して聞くってよりは、うんうん、やっぱりなんかこうさーっと流しながら見るって感じだからいいのかな。そうですね。なんか実際私も仕事してる時に後ろでゲーム実況、子供が聞いてること多いです。うん、なんか、そう流れてるかも、うん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 。それで集中できてるのかどうかわかんないですけど。でもなんか無音よりも何かが流れてる方が集中できるっていう人も多いですよね。うん。次行きます。なぎさん。はい。なぎさん。ありがとうございます。ありがとうございます。なぎさんはテンポの速いフュージョンやアシッドジャズ。歌声が入ると気を取られるので、あまり歌が入っていないもの。ウェザーリポートやモンドグロッソということです。あ、モンドグロッソ好きです。お、気が合いそうですね。ねえ、いや、アシッドジャズも好き。いいですね。結構じゃあテンポの速いフュージョンやアシッドジャズ、うん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 、結構やっぱこうジャズっていいんですかね、うん、さっきたぬきさんも、ね、そうそう、ジャズのライブ音源とかって言ってたんで。本当だ。うん、ちょっとやってみようかな。もしかしてめちゃくちゃサクサク進むかもしれないですよ。あ、じゃあ今日はこのモンドグロスを聴きながら、あのゾーンに入る音楽も流して、ダブル。ダブルね。ダブルね。すっごいなんかすごいゾーンに入ってしまいそうですね。でものすごいスピードで終わるかもしれない、ね、もう終わりましたってじゃあ連絡します。いいですね、うん、いやでもやっぱり歌声が入ると気を取られるっていうのは一緒ですね。うん、そうですね。そうなんだ、うんうん、じゃあ今日は歌声なしでちょっとやってみます。頑張りましょう。もはい、ちょっとね、で我々追われてる身としてはね。はい。はい。じゃあ次の、いただいてるやついきますね。はい。はい。2つ目の質問が、スケジュール管理に使っているアプリとかガジェットがあったら教えてってことだったんですけど、まずミースーさんがくれたのが、ノーションのデザインスプリントをカスタマイズして使用しています。あとは、ノーションのデザインスプリントって何ですか？わかんないです。何でしょうね。詳しく教えてください、ミスさん。きっと少々さんで、ノーション詳しいから。ね。ね、やってると思うけど。テンプレとかは違うんですかね。ノーションの。なんか、やっぱこの、うん、そうそうそう、いろんな方とかが、うん、この、うんうんうん、使いやすいようにあの作ってるのでって言って、あの、はい、結構配布とかしてるんですよ。そうなんですね。そういうのを、うん、なんかちょっと自分用にそれをベースにしてアレンジしてっていう、うんうん、なんか使い方とかもあるとは思うんですけど、どうですかね。ちょっと自分そこまでノーション詳しくないので、うんうんうん、ちょっと調べてみよう後でね。詳しい人がいたら教えてください。はい。あと手書きの手帳ですけど、私もなんか、はい、うん、完全カレンダーにも書いちゃいます。このカレンダーとかに、これ100均のカレンダーですけど、うん、バーってここに書いちゃって、はいはい、パソコンのところに置いて見るみたいな、うん、あ、でもこれは、もう全部書いてるやつ、うんうん、そう、仕事の管理はそうだね、Google カレンダー、うん、私も Google カレンダーにもやってます。結構、うん、もうやっぱりこうあっちこっち行くと、うん、あの忘れちゃうんですよ。うん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 、うん、
まあ、カレンダーに入れてても忘れることもあるんですけど。うん、だからなるべくこう一つに集約してしようっていうのはちょっと心がけてます。そう、もう一回、スケジュール。これなんだ、スマホで家族で、カレンダーがあって、みんなの予定とか、仕事の予定とか入れてます。おー。なんていうカレンダーだろう。タイムツリーか。ああ、聞いたこと、なんか、前 CM してましたよね。あ、本当ですか。見たことある。で、なんかね、何時間前、時間になったらメールが来るとか、お知らせか、お知らせが来たりするから。ああ、なんか、絶対いけないやつとかは、もう目覚ましに入れて、はいはいはい。やってます。時間前になったら、ビリリリってなって、あ、なんか、あれだっけみたいな。絶対忘れるから。もうなんか、用事3つ以上入ったら忘れます。わかる。本当に忘れます。うん、でも、それって、Google カレンダーに入れてても、お知らせ来るじゃないですか。それでは足りないって感じ。そう、なんか忘れちゃう。なんていうかね。見なかったりします。メール見なかったりするから、タイマーだと必ず音でブワーって大きく来るじゃないですか。そう、それで気づくことが。ですね。もうあれですね。いろんなものに我々は使われてますね。使われてますね。使っているつもりが実は使われてるんですよ。使われている。たぬきさんもあれですね。Google カレンダー、うん、おはがきしか知らないので、いいのがあったら知りたいですって言われてますね。ね、やっぱりなんか、手書きやっぱするんですね。ね。そう、私も手書きするな。やっぱり。なんか手帳を持つのが自分苦手なんで。全然書くっていうのはしたことがない。本当ですか。うん。なんか私ずっと手帳でした。でも最近ちょっとやってない。最近、そう、家で作業することが多いので、なんかもう本当にカレンダーと、このスケジュール、まあ、目の前にあるものに全部書いてとか、そうそうそう、が多いですね。あと、なぎさんからいただいたやつ見ますね。はい。なぎさんは、大まかなスケジュール管理は IFTTT を利用して。これ、IFT ですね。何 IFT っていう、なんかいろんな連携ツールがあって、ブリッジみたいなアプリなんですけど、ちょっと、その後に書いてる Google カレンダーと LINE ボットの連携。連携できる。そうです。Google カレンダーにこう予定とか入れとくと、この IFT を介して、その時間とか、その予定の、だから1時間前に LINE で通知してくれるとかっていう、そういう連携のアプリがあって、結構昔からある、アプリっていうツールです。IFT って呼ぶんです。これいいですね。じゃあ1個で、IFT1 個でいいのかな ?Google カレンダーと LINE ボットの連携。この、あとちょっと自分で設定とかはしなきゃ、最初に設定したらもうこう、どんどん通知をお知らせしてくれるとかっていう、結構いろんなことができるので、多分すごい、慣れたら便利なツールかなと思いますけど。ああ、そうなんですね。じゃあ皆さんこれちょっと、ね、見てみて。IFT、IFTT って書いてあります。で、このプロジェクトの効果のスケジュールトレロ。僕トレロは今やってる会社の方ではトレロですね。自分のやつってなるとなんかあちゃこちゃ見るの大変ですよね。そうなんですよね。ね。パッと。まあスマホにトレロも入るからあれかな。やりやすいのかな。なるほど。すごい参考になります。ね。でもやっぱりあれですね。なんかみんな何かしらのツールを駆使して管理してるっていうのは。
基本なんですね、うんうん、そうですね、やっぱり知っておいた方が良さそうですね、いろいろ、うん、ね、うん、ちょっと初期設定がまたちょっとね、一手間っていうのはあるけど、その一手間をね、乗り越えれば、すごく便利なんだろうなって。しんこさんは、Google カレンダーが多い。そうですね。うん、カレンダーに大体もう、うんうん、もう何でもかんでも、入れて、プライベートな予定もそこに入れて、うんうんうん、そこで全部見るっていう感じで。うん、そうかそうか。なんか、結構分けちゃうと、うん、この、じゃここは仕事用、ここはプライベート用ってなると、うん、それがちょっとこの被った時とかが、うん、あっちを確認して、うん、あ、こっち被ってるとかってなっちゃうので、うん、もう一個にまとめて、うん、あ、この日はちょっとプライベートのこの時間だから、こうミーティングをここに入れようとか、っていうのがそこできるので、もう全部、Google カレンダーをメインに使ってるって感じです。うん。うんうん、そうですね、うん。まとめた方が絶対いいですよね。うん。うん、私もこれいろいろ後で見てみます。うん。そうですね。なんか皆さん参考にね、参考にしてみてください。続いて3つ目の、はい。これいきますか。お船のフリーランス女子レディオで聞きたい企画、うん、話してほしいテーマ、出てほしいゲスト。で、みつさんからいただいたのが、ギリシャに旅行を計画しているので、おお。海外旅行の体験談があれば知りたい。じゃあ、お歴史好きかな、なんだろう、建物かな。ギリシャね。ね、うん、いるかな。なんか、お船の、グループ、チャットグループも、はい、ほら、趣味ペみたいなの作ろうっていう話が。ああ、ちょっと、はい、最近出てます、ね。ありますよね。うんうん。うんうん、でそれの中でも、やっぱ旅行、やってほしいっていう声あったので、あ、それ作って、ね、情報交換できる場所作りたいですね。ああ、確かに、ね、しかもね、このギリシャとかね、なかなかこう、うんうん、気軽に行けるとこではないと思うんで、うんうん、ぜひその体験談とかなんか風景とかね見せてもらったら、ね、うん、あ、楽しそう。いいですね、写真とかも共有してね、うんうんうん、絶対綺麗でしょギリシャね。いいなぁ、ギリシャテルマエロン、え、なんだっけ、テルマエロマエ、テルマエロマエ、ギリシャでしたっけ、違う、あのイメージなんですけど、なんか青と白って感じじゃないですか、うん、ということなので、またギリシャのことについても皆さんなんか情報があれば、うん、そうですね、ここ行ってよかったよと、なんか絶対これは見て、うんうん、体験談があれば、うん、体験談欲しいですね。送ってみてください。はい。はい。あともう一つ、たぬきさん。と二つ。たぬきさんは、フリーランスをする中で、できるかどうかは無視して、これこそ AI 作業化してくれというものありますか？ちなみに、私は確定申告とかの書類系のいろいろですかねって。いやー、まさにそれ。まさにまさにそれ。それ。それですよね。はい。本当に。ねえ。これ、ね、できないのかなって思いますよね。できるのかな、できるかどうか。はあ、なんか、できるかできないかで言ったら、なんかできそうな気はするけど、うん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 、やっぱりそれも、さっきのこのスケジュール管理じゃないけど、やっぱり初期設定みたいなのが非常に、うんうん、多分重要だと思うので、やっぱりどうしてもこの入力する。うんうんうん。のはやっぱり人の手でやらないとなのかなっていう気がするんで。あ、そうか。それをちゃんと入力できてたら、なんかその後とかはね、うんうんうん、自動でできそうですけど。そうですよね。あとなんかもう最近電子マネーとかになってるから、うん、それを、うんうん、ね、それと連携してくれるとかね、いっぱい。ああ、勝手にこう分けてくれて。分けていってくれて。で、それがな、うん、でもそれが何だったかっていうのをね、そうですよね。最初に設定とかしないといけないのかな。うん、でもこれ本当にやってほしい、やってほしい、ね、後からなんかちょっとピッピッピッって変えでボタン押せばいいとかね、なんか分かんないけど、うん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 、これはこれですとか仕分けれるみたいな。そうだね、なんかね、確かにその電子マネーとかね、そのカードの明細とかはもうデータであるから、うんうんうん、ね、それを
なんか入力、そうそうそう、入力するんじゃなくて、もうなんか感覚的にさってね、さってこう移動できる、うん、できてとかね。なんか合ってますかみたいなぐらいの確認で、そう、OK、来てほしい。間違ってるみたいなね、で修正。ああ、いいですね。っていうぐらいでね、やってくれたらすごい楽だと思うけど。うん。と、みんなもう2月、3月あたりも死んでますもんね。うん、本当に。だんだんこう憂鬱になってきます。やらないと。他にあります？確定申告、書類系以外、フリーランスする中で、AI 作業か。あ、でも、請求書の発行とか、うん、そういうのはもう少し自動でできたら楽だなっていう気はしますけど。うん。ね。うん、うん、うん。あ、できんのかな？あまり使いこなせないだけなのかな。うん、なんかありそうな気もしますよね。もっと簡単に、ね、感覚的にできるみたいなのものが、うん、うーん、とかなんかこの3月の後半、あ、朝方かも、月末になったら、うん、なんかこの請求書を今月うんうん、送るやつですよとかっていう、あ、なんかプッシュ通信とか来たら、うんうん、なんか忘れずにね、うんうん、僕送ったりとかもできそうだなと思うんですけど、うんうん、あるのかな、もしかしたら、ね、どうなんだろう、ちょっと調べてみよう。ね、本当ちょっと調べてみて、いいのがあったらみんなに共有します、ね、うんうん。いや、これはいい、やっぱりそういうツールをいろいろね使っていきたいですね、うん、作業を簡単にするためにね、に時間をできるし、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。次、なぎさん。なぎさんはフリーランスの仕事で一番忙しかった時や修羅場の体験、どう乗り越えたかっていうお話を。これはちょっとどうですか、うん、オフラインで座談会でやりましょう。座談会でやりますか。ね、ぜひぜひみんなのこんなことしたいですね。うん、そしてどうなるか、リアルで話し合いたいですね。そうですね、うん、ちょっと絶対こう熱痛が入るじゃないですか。あの時さーみたいな。そうそうそう、ってな。そうそう、なんかみんなでこうね、熱を共有し合いながら。そうですね、オフラインで、うん、そう、ちょっとじゃあ近々またオフラインをね。ね、やりましょう。ぜひなぎさん来てください。ちょっとこれいいですね、ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。という感じで今日こんな感じでした。はい。どうですか？また来月月1で、うん、メンバーアンケートやってるので、うん、はい、また4月もお楽しみにということで。はい。お船。私たちパーソナリティやフリーランスとして働く女性に聞いてみたいこと、お仕事について、子育てについて、プライベートについて、お船について、どんなことでもぜひお便りご感想をお寄せいただけたら嬉しいです。お便りの宛先はお船@rokinawa.co.jp、 もしくは旧ツイッター X、ハッシュタグお船のレディーよ。お船は小文字で OFNE でつぶやいてください。どしどしお待ちしております。またお船は各種 SNS やブログで情報発信しています。ブログはお船のホームページ URL お船 .net から、 SNS のアカウントはインスタグラムもツイッターもお船_沖縄です。ぜひフォローをよろしくお願いいたします。はい、ではここまでのお相手はお船しんことなおこでした。黙ってください。あ、これ一緒に言います？最後。じゃあ、それでは皆さん、また来週。バイバイ。バイバイ。これも